皆さんこんにちは、ゆみです。お元気ですか？このコロナの自宅待機でもう10キロ以上太ってしまった私なんですけども、まあいろんな作戦を立ててこれを減らしていこうという第1弾です。こちら第1弾第2弾第3弾っていろいろ続ける予定なんですが、第1弾は脂肪燃焼スープを作ってみようと思います。まずはこちら材料になります。材料、人参、そしてキノコ類ですね。キノコ類だったらこちら何でも大丈夫です。何でも大丈夫です。そしてパプリカ、ピーマン類、ピーマン類だったら何でもいいです。でキャベツ、そしてセロリ、玉ねぎ、トマト缶、チキンブイヨン、あとは、まあ、コショウ、塩コショウなどもお好みで使ってください。こちらが材料になります。分量はね結構適当なんですけどね。あとはこの大きなお鍋にボン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 とお野菜を入れていくことになりますので、このぐらい大きなお鍋があるといいです。では材料を切っていきます。もうこちら野菜をもうひたすら切っていくという、まあ、その作業なんですけれども、まずはじゃあ玉ねぎを切っていきましょう。私は玉ねぎ1個これ全部使います。まずはあれ、どこ行っちゃったの。あ、水道でね。あ、そうね、ちょっと何か洗ってんのかな。あ、ゴミ箱ね。そう、これねゴミ箱近くにあるんですよ。なんでそこで皮を剥いてるんですね。玉ねぎのまずは皮を剥きます。当たり前だけどね。あら、まだ剥けてないねこれ。なんで、あ、これね玉ねぎの皮ってなんでこんなの剥きにくいんでしょうね。皆さんこれどうやって剥いてます？私も主婦歴もう結構長いんですけども、この玉ねぎの皮の剥き方わかんないんですよね。てか私知らないだけなんでしょうかね。もしこれペロンっていい剥き方ご存知の方がいたらぜひコメント欄で教えてください。もう本当にいつも苦労してます玉ねぎの皮剥くのね。はい、あ、やっと玉ねぎの皮が剥けました。はい、剥けました。はい、手を洗って、はい、手を拭いて、はい、では玉ねぎを切っていきます。それで今回私はこれ玉ねぎみじん切りにしていくんですけれども、切り方は、まあ、どんな切り方でも大丈夫です。あ、まだちょっと茶色いところがあったのね。はい、それも切って、で私は今回野菜を、まあ、同じぐらいの大きさに全部切っていこうかなと思ってるんで、まあ、とりあえずまずは、玉ねぎみじん切りにしました。はい、これね玉ねぎね涙出てきちゃいますよね。はい、こちらで玉ねぎ、はい、こちら全部1個分切りました。これをお鍋にボーンと入れていきます。そう、こういう形でねもうボン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 切っては入れっていう感じで入れていくんですけども、次はキャベツね。はい、こちらのキャベツ、まずはキャベツの芯を切りましょう。で芯を切って、で今回私はこれ全部使いました。これねもうなんか冷蔵庫の奥の方で
眠ってたキャベツちょっとしんなりしちゃってるんですけども、皆さんは新鮮なキャベツ使ってくださいね。もうこれはしんなりしたギリギリのキャベツでした。はい、ザクザクザクっと、私は同じような形にしたいでこういう形に切りましたが、どんな切り方でも大丈夫です。で、分量も私ちょっと本当に大雑把な大型なんで、まあ、適当なんですけれども、まあ、こちらは皆さんご自分で分量も加減してください。はい、こちらもお鍋にドバッと入れます。はい、次は人参ですね。この人参ね、学校からただでもらった人参なんですよ。もう超便利。これはすごい食べやすいね、小さい人参ですね。はい、何？あ、カロリーね。はい、30カロリーですね。そう、最近なんかカロリーをよく見るようにしてるんですよね。はい、でこれは、まあ、このまま入れてもいいんですけども、まあ、今回私ほらお野菜同じような大きさっていう変なこだわりがありまして切ってますけども、まあこれはこんな感じでも大丈夫です。まあ、皆さんは普通の人参使ってくださいね。はい、そしてこれを全部切りますが、そう、これね、切ってるとたまにコローンって床に落ちちゃうことありません？私よくあるんですけど、今回は落ちませんでした。よかった。はい、これね3袋分ぐらいですね。でこれをまたドバーッと鍋の中に入れていきます。次はセロリです。こちらは3本ですね。はい、こちら切ってきます。あ、なんか私変なこだわりがあってここ捨てましたけども、皆さん捨てなくても普通に切っていっても大丈夫ですよ。はい、これをザクザクザクっと切っていきます。ちなみにこのセロリ、この日にスーパーで買ったんですけども、安売りで97セント、97円ぐらいだったんですよ。やったーと思ってレジに行って、まあ、自分でセルフチェックアウトでやってたら1ドル99って200円ぐらいで出て、へーって思って店員さんに行って直してもらったんですけども、アメリカあるあるです。もうね、レシートチェックしないと間違い結構あるんですよ、という余談でしたが、こちらも、ドバドバドバッと入れてください。はい、それでは次、はい、次パプリカですね。はい、こちらのパプリカ、こちらもね、今日買ったんですけども、1つ99セント99円っていう安売りでした。これはちゃんと99円で買い、最初から買いましたが、でこれ私オレンジ選んでますけども、何色でもいいですよ。赤でも黄色でも緑でもね、いろんな色のでもいいですし、ちなみに私はオレンジが好きなのでオレンジを選んだっていう、もう超単純な理由です。はい、これもザクザクっと同じような大きさに私は切りましたが、こちらもどんな切り方でも大丈夫です。あ、オレンジ綺麗なオレンジですね。ちなみに皆さんは何色が好きですか？私はオレンジとかピンクも好きですね、未だに。はい、はい、こちらもではお鍋にバッと、はい、入れておきましょう。はい、次はキノコ類ですね。はい、こちらね、先ほども言いましたけども、どんなキノコ類でもお好きなもので大丈夫です。でこのキノコがすごくいいみたいなんで、これ多めに入れた方がいいと思います。私は2袋入れました。キノコ美味しいですよね。これ娘もキノコ大好きです。
ちなみに娘といえばこれ、この T シャツまた娘の彼氏からのお下がり勝手に着てます。もう私のみたいになっちゃいました。これね、まあ、最後の方のところはポロポロポロっとこれ固まっちゃいますんでね、手でほぐして、はいね、これスヌーピー可愛いですね。はい、こんな感じで入れていきましょう。はい、キノコもお鍋にドバーと入りました。あとはトマト缶ですね。はい、こちらも缶開けで、缶開けで、はい、大丈夫かな、はいはい、いきますか。はい、はい、入れてますね。はい、こちらも一缶全部入れていきます。この缶開け超便利。はい、あ、何ちょっとこぼれてるよ、大丈夫。はい、入れました。あとはお水、お水もこれ野菜がひたひたになるぐらい入れてください。で、あ、ちなみにこの横に映ってるひまわり、私大好きなんです。また余計なインフォメーションでしたね。はい、これをお鍋にドバッとひたひたになるぐらい水を入れます。これね、野菜から水分出るんでこのぐらいで大丈夫です。そして、ここにチキンブイヨンも入れます。で、これで、ま、中火、ま、弱火でもいいんですけども、それでもコト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 と、ま、中火ぐらいはいいかな。うん、これで、蓋をしまして、そして煮ていきます。で、これレシピでは30分って書いてあったんで、まあ、とりあえず30分煮てみましょう。3、0スタート。はい、こちらで30分煮てみます。はい、あ、もう30分経ちますね。8、7、6、5、4、3、2、1、ピーン。はい、30分経ちました。ストップ。はい、どんな感じでしょうか。そうね、これやっぱちょっとね、材料が多かったのかな。まだなんかちょっと生っぽいですね。まだできてないな、これは。そうね、あ、でも色綺麗ですね。赤、緑、白、黄色、オレンジ、あー、すごい綺麗。でもやっぱりもうちょっとこれは煮た方がいいですね。ちょっと材料が多いのかもしれないですね。レサくん、大丈夫。はい、ね、はい、じゃあもうちょっと煮ていきますか。あ、その前にちょっと味見してみましょう。こんな感じかな。はい、スープを、そうね、ちょっと味薄いのでここでちょっと味を調整してください。私は、胡椒を入れました。まあ、ここで塩胡椒とか、あとはちょっと材料が多いんでここにまたチキンブイヨンをもう一つ入れました。で、ここで、はい、味を調整していただいて、もう一度もう少しね、じゃあこの後ね30分ぐらい入れました。そして、まあ、これが30分後ですね。なので、まあ合計1時間煮たんですけど、まあこれで出来上がりですね。はい、いい感じです。いい匂いです。はい、こちらが完成品になります。脂肪燃焼スープです。はい、お味の方はどうでしょうか。はい、美味しいかな。美味しそうですね。うん。美味しい、美味しいです。ちなみにこれ3日後ぐらいが一番美味しかったです。ということで、それではまた。